ニメ推しの子2期第4話のネットの感想反応を紹介します。 P 入った。ジジイのなんだって。 P 音はロタでもほぼ隠れてなくてもっとはロタ。チュンポはともかくシャブルにも P 音が必要というのが今週一番の驚きだった。オーカットせずに P 音で済ませたか。まあ下手に配慮したらガイアが騒ぐしな。普段からしゃぶってるんだろうか。1、2回は経験ないと出てこないよね。なんでババアのマンコ舐める覚悟じゃないんだ。おそらく本当にチンポをしゃぶったことがあると考えられる。こいつより上の地位って男ばっかじゃね。 P は男が多い。ゆううちのタレントの出番増やしちゃいなよ。アビコ先生原作だと反応これだけだったのに汚らわしいまで言ってくれて嬉しい。ち、よりも、シェ、って言って欲しかった。あやねるなら P で隠れてるところぐらい平気で言います。まだちまる子だからあやねるは恥じらいがあるので。アビコ先生少女じゃん、かわいい。アビコ先生実はかわいすぎだろ。売れて勘違いしてたのと追い詰められて精神おかしくなってただけで普通にかわいいだろ。アビコ先生本当に平らな胸族で好き。アビコとゴア結託の流れとか楽しい。舞台のイメージカットをちょこちょこ入れたやりとりでもよかった気も。リアタイで修正会って早い人じゃないと無理だろ。週刊連載でアシスタントクビにして作業なんかしてるようなアビコが手が早くないわけないだろ。いや、脚本家の方も伝言ゲームじゃなくなったらスムーズだ。あははは、原作者と脚本家の意思疎通できるじゃねえか。初めから間に人を入れない直接対話の形式取っておけってな。仲良しガチャには勝ったが説明セリフカットしまくりで演者にエグい負担のかかる脚本に。観客も鍛えられてるララライの普段の舞台なら通常営業だけど、一元さんが多そうな今回の企画じゃきついな。今回の直接対話が成功したのはゴアさんの舞台見たからってのと、歩み寄ろうってのがあったからでもある。初手直接対話だったらうまくいったとも限らんし、難しいところ、どちらにせよメルト君は死ぬ。というか原作者と脚本家って直で話し合わないんだね。テレビ局側が直接原作者を恫喝する未来しか見えない。どんな分野でも話し合いは大事なんだよな。それを怠って伝言ゲームになったから原作からかけ離れていった。ただそうなるにはそうなるまでの経緯があったから、最初からやれ、最初からやっておけば、というのも違うと思う。原作者の意向が反映されなくて噴火したのもあるけど原作者とスタッフが悪乗りして噴火した例もあるよね。そこを抑えるのもプロデューサーの仕事だからね。原作者自ら破壊を命じた芸術がありましたね。ところでアビコ先生側の編集何もしてなくない？元はといえば諸悪の根源ぞ。まあ先生が納得いって本業に問題ないなら。あとは苦労するの舞台側なんで、アビコ先生方面のごたごたはこれで一応解決か。重曹のアドバイスが地雷を踏み抜いていく。重曹ちゃん的確に地雷を踏んでしまった。導火線に火をつける連鎖爆発するのはちょっと先。まあこんなの想定できないんだけど地雷踏むのうまいな。有馬ちゃん先輩マウントを取ってきたな。幼なじみ VS 泥棒猫、負けヒロインが多すぎる。こんなところでまで幼なじみ VS 泥棒猫の構図が見られるなんて。こいつ可愛いな、捨てキャラなのか。上のジェネリック有馬みたいな子。体が柔らかい女の子好き。七三メガネの人はいわゆる名脇役とか言われるタイプの人なんかな。主演はめったにないけど助演作多数の売れっ子的な。メルト君の活躍を早く見たいわ。舞台編の成長は吉祥寺先生への見そぎでもあるし。坂井正明ばりの剣さばき見せるんだろうな。作が大変だ。ゴアさんが元気になってよかった、と思ったら今度はアクアが弱々になってる。アクアの嬉しかった思い出集。ちょっと意外な場面がちらほらあって面白い。あいつやっぱツンデレだわ。しかし今までアクアって PTSD 起こしては子供部屋おじさんのところに行ってたのかよ。重曹ちゃんには本当のこと言えないだろうけど、何のためにルビーと宮古さんがいるんだよ。宮古さんが育ての母なら五反田監督は育ての父だからしゃあないね。いちご社長？ああ、そんな奴もいたっけね。子供部屋おじさんグッジョブ。しかし、あの闇の人は何？五郎では？もう一人の僕。これは闇の医者。強火オタクのアンチ。前世の怨念が怨念。経営五郎が鬼畜眼鏡の悪霊とかしてるぞ。ルビーちゃん早く来てくれ。ルビーちゃんを早く呼ぶんだ。ルビーちゃんのアイドル活動に支障をきたしたくないのはわかるけど、こういう時こそコミュニケーションが必要じゃないのか。あの監督は茜のこと彼女かよ。俺はてっきり矢印。これ何を言おうとしたの、母ちゃん。有馬の方と付き合ってるのかと予想。それっぽいな。やることやってんなって。茜まさか秘書女なの。アカネには役者として興味あるからビジネス恋人枠でいてくれ契約だったよな。やったりやられたりなんてクズな真似はしてないはず。そういえば監督はアカネのことを知らないんだろうか。
アクアとの関係性とかは知らないにしても舞台女優として顔くらいは知ってそうだけど、業界またいだ知名度はないってことなのかな？そうだとしてもあの番組の騒動くらいは知ってそうだけれども。知らないも何も劇団ラララのメンバーでしょ。子供部屋おじさんは今立ち見てない？弟子が出演してて炎上騒ぎにもなってたのに知らんかったのか。子供部屋おじさんだって仕事してるから、監督ん家に連れ込むってほぼほぼ親に挨拶みたいなもんだよな。アクアの彼女と聞かれてもじもじしながらうなずくアカネ可愛すぎた。アカネがヒロイン力を発揮しとる。結果としてあざといほど母性本能刺激する弱点見せムーブになってるんだよな。フクレッツらで可愛さアピールしておいて母性発揮してバブみまで感じさせるとか、アカネのトップ独走体制で重曹ちゃんが息してないよ。また重曹ちゃん強気にリードしてると思わせといてアカネの逆転ホームラン展開じゃないですか。まあでも重曹ちゃんの役者としてのアクアの解像度の高さはさすがだった。地雷を踏ませてアカネにケアさせることで致命的な情報を渡してしまった。謎は全て解けた。アカネちゃん怖いよ。名前と顔でわからんのか。愛は星の性功労してないから名前じゃわからんと思う。母親を名前で呼ばねえよな普通。オラは呼ぶぞ。国民的アニメの幼稚園児が名前で呼んでたりするな。お前探偵やるとき目が光るのかよ。役者より探偵のが向いてるのか。エル並みのプロファイリングの天才、アカネちゃん名探偵だったか。天から役者と探偵の才能の二物を与えられた女。コナン君じゃん。人外のプロファイリング能力のせいで役者もできちゃう怪物。アカネちゃんはプロファイル能力さえなければ彼女にしたい人生だった。怖いよな、プロファイル能力。浮気をしても秒でバレる。結婚したら今日は夕飯外で食ってくるわから全てを見透かす妻になる。浮気相手との待ち合わせ場所で先に待ち構えてそう。アカネいい女だと思うけど、何もかんも見透かされるところは怖すぎる。やっぱ本筋絡んでくると面白いな。アカネが正しいヒロインだわ。アカネちゃんヒロイン力高いな。都合良すぎて彼氏に便利な女としか扱われなくなっちゃうレベルだからヒロイン力とはまた少し違う。どの道転生とか霞むレベルでハイスペックモンスターアクトレスなんだけども。アカネは刑事や探偵やってたら無双できるキャラ。主人公の転生とか神様ロリに隠れてるけど、アカネもチート、デスノートとかモンスターの世界でも一線張れるよね。アカネちゃん別の世界線でスピンオフしてもらいたいわ。推しの子日記第4話のネットの感想反応いかがでしたでしょうか。例のセリフがピヨとアリだけど再現されてる。アカネちゃんヒロイン力高いけど怖い。これも探偵だろう。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。